かぼちゃ。皆様こんばんは。俺の第8話、俺かぼちゃを育てます。冬に種まきをして発芽したかぼちゃの苗を畑へと定植する過程を今回は学びました。かぼちゃの場合は初めからこの大きめのポットに種を植えて、ネギ栽培の時と同じようにトンネルをして暖かくして大きくなるまで育てました。ある程度大きくなってからは黒いシェードを使って短日処理というものをします。短日処理によってかぼちゃは季節を誤解し花を咲かせる準備を始めます。かぼちゃがある程度大きくなった段階で摘心作業を行います。摘心作業とは果実や花を大きくするために新しく出てきている茎や枝を摘み取ることを言います。今回は大きな葉っぱ3枚だけを残すように摘心作業を行います。摘心作業が終わったらいよいよ畑に植え付けに行きます。ネギの苗を運ぶときは割とずさんに運んでも大丈夫だったんですけれども、この大きなポットを運ぶときには注意して運ばないと苗がすぐにポロッと落ちてしまったりしてしまいます。あとかぼちゃは葉っぱが大きいので重ねすぎには注意が必要です。畑の準備に移ります。トラクターで畑にマルチを張っていきます。初めてのブロッコリー栽培でも学びましたが、マルチを張ることによって植物は成長を早めることができます。今回は約5000個の苗がありましたので、マルチを張った長さは約 1.5km でした。マルチを張り終えたらここからはエクササイズの始まりです。穴開け器を使ってマルチに穴を開けました。かぼちゃの株と株の間の距離が65センチになるように穴開け器で穴を開けていきます。非常に地味な作業なんですけれども、同じ感覚で同じ姿勢でやっていますので肩や腰に大きな負担がかかります。穴を開けたらそこにかぼちゃの苗を植えていきます。5000個あるのでここはもうスピード重視です。苗を植えた後は土を上から盛り、土寄せを行います。これで根付きが早くなります。土寄せが終わったらトンネルを作っていきます。だいたい2株分 65×2cm ぐらいの間に1本ずつポールを植えていきました。トンネルを作ったら上からパオパオをかけていきます。パオパオの芯の中にマルチの芯を通して両側からそれをこう滑らせるようにしてパオパオをかけていくと楽にできることが分かりました。これにてかぼちゃの定植作業は完了です。約1週間でですね、すべての苗を植え付けてパオパオをかけるところまでが完了いたしました。強風注意報。おやめてくれ。パオパオは残念ながら飛ばされてしまいましたね。初めてのかぼちゃの育て方いかがだったでしょうか。まあ、こうして元気にですね、かぼちゃは雄花の方が咲き始めている状況でございます。それではまた来週。